大学に入ったらいろんな学部の人の考え方を知りたいなと思ったので総合大学を選びました。今は毎日忙しいんですけど、弘前の街は緑がたくさんで、そんな風景を見ているだけでなんか気持ちがほぐれるというか、そういうところで学べる弘前大学は自分に合ってたかなって思ってます。ちょうど入学した時がコロナが流行りだしたところで、オンライン授業で授業が始まっても他の学科の人と会う機会がなかったりとかで窮屈な気持ちだったんですけど、なんかサークルで他の学科の人と触れ合う機会が増えたりだとか、イベントに参加することで自分の中の考え方の幅も広がったと思うし、コロナで制限される生活もしてきて、病気によってできないことがあるっていう苦しさっていうか、そういうのも体感することができたと思うので、患者さんとか生活とか気持ちが分かるような看護師になりたいです。学ぶ街は暮らす街でもある弘前大学。